党は、1926年12月5日に、結成された、日本の無産政党。1926年12月5日、共産派に対する文庫解放の是非をめぐって、労働農民党を脱退した、松岡小牧地や西尾末広ら右派の立場を取る、総同盟幹部と、安倍総、堀江貴一、吉野作像らが合流して結成。中央執行委員会議長には、 ユニテリアン協会の伝道団体、統一キリストのリヒ同会会長の安倍総を選出したが、その背景には、この頃から顕著になりつつあったユニテリアン協会、おモンみーちかの社会運動進出があった。初期長は、片山明が務めた。社会民衆党は、当時まだ非合法だった労働組合の合法化を求め、組合同盟系の日本労働党や、 表議会系の農民労働党などと補調を合わせた活動を行った。初めての男子普通選挙となった1928年の総選挙では委員長、安倍、西尾、鈴木文治、亀井寛一郎が当選した。1931年に満州事変が起こると、これを支持する赤松勝丸や島中雄造などの国民社会主義に傾く勢力と、 反資本主義、反共主義、反ファッショ主義のいわゆる三端主義を堅持しようとする、片山、鈴木、松岡などの勢力に党内が2分され、これが翌年4月の党中央委員会で少数派となった赤松派が全員離党するという事件につながる。1931年7月には、新郎農党と全国大衆党の浸透結成に向けた動きに、 こうした、社会民衆党の合同賛成派が合流して、全国労働大衆党を結成したが、さらに1932年7月に、その全国労働大衆党と、社会民衆党が合同して、社会大衆党を結成した。この党に結集した人々は、旧社民系と呼ばれたが、彼らが、戦後の日本社会党の右派や、 後にその右派を中心とする議員が社会党を大距離党して結成した民社党の源流にあたる。ありがとうございます。